ヌ島は、バルト海のリガワンにある島、エストニア領。表現の揺れでキヒヌ島、キーヌ島とも、面積16.4平方キロメートルで、リガワン内では、最大、エストニアの島では7番目に大きい。島は、長さ7キロメートル、幅3.3キロメートルで、最高地点は、海抜8.9メートル。ペルヌ県に属し、周辺の島と共にキフヌ村を構成。 面積1 6 8キロ平方メートルで、エストニア内で小さな自治体の一つである。登録されている島民は2021年時点で686人だか、実際には300人ほどしか居住していない。島へはパルヌからの空路や、パルヌ及びマニライド島からのフェリーがある。冬季、海が凍っている時期は氷上を自動車で島まで行くこともできる。 キフヌの伝統的な女性のスカート、クルトは赤字に様々な色の縦縞が特徴的である。また、伝統的な上着や手袋も有名である。漁を行う男性たちは数週間、時には数ヶ月も島を離れ出かけたままになることがあり、陸の仕事は女性だけで行う伝統があった。キフヌの伝統的な言語はスウェーデン語の影響を強く受けている。 準備に長い時間がかかる祝祭行事があり、中には紀元前から続くとされる祭りもある。キヌの伝統的な暮らしはユネスコによって2003年11月7日に人類の交渉及び無形遺産の傑作に採択された。EU がアザラシとウオ、保護対象としてからエストニアの領海では生息数が増加し餌となる魚が食べ尽くされるようになり、島民は 漁労だけでは生計を立てることが難しくなった。このため漁師の多くは北欧など他国の建設現場で働くために島を出ていくことになり、残った島民も畜産と農業で生活している。また、陸の仕事も男性が担うようになり、ユネスコに採択された伝統的な暮らしは廃れつつある。観光客の受け入れも行われているが入島できるのは夏の三ヶ月間だけで、 宿泊施設もないため島民が自宅で受け入れている。AB キヒヌ島の伝統的工芸技術と民族衣装。ビジットキーヌ、エストニアンアイランドハット AB、世界一スカートを愛する島エストニアキヒヌ島地球、一番番組表検索結果詳細、NHK クロニクル。キーヌ島から言葉んかハット ABCDEFG、昔のままの生活が残る。 女性の島伝統文化存続の危機エストニアアフップブニュース2020年5月10日2020年5月10日閲覧キーヌカルチュラルスペースインタンジブルヘリテージカルチャーセクターユネスコハットクライメートノーマルズテンパチャーエストニアンウェザーサービス2021年2月14日閲覧クライメートノーマルズプロシピテーション エストニアンウェザーサービス2021年2月14日、閲覧。クライメートノーマルズヒューミディティ。エストニアンウェザーサービス2021年2月14日、閲覧。クリモノミド、ソディームド、フニスカス。エストニアンウェザーサービス2021年2月14日、閲覧。リコーディド。エストニアンウェザーサービス2021年3月19日、閲覧。 ありがとうございます。